これ絶対スター取った人の勝ちじゃん。このスターを取った人の勝ちなんですけど、これはどういうか。オッケー、やっちゃう、負けた。はい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきましょう。よし、最初のコースはなんかいい感じの、まあ雪のステージだね。よし、マリオやられたマリオやられたけど、これはどうしよう。これこっからだね、こっから下に行って、そう結構滑るな、やっぱ氷って。よし、これはね、ちょっとこの亀吉を持ってってちょっと投げていきます結果オーライだってレイジごめん、レイジごめん、たまにはね、こういうこともさせてください。で、いや、ちょっと待って、スルマス来たぞ、スルマス、それやっぱりさ、悪いことしたらダメだね悪いことしたらダメだね。もうしないようにしよう。ね、ルイージごめんよ。よし、それじゃキノピコ取っていきます。で、あのキノピコをね、すぐ追いかけましょう。それかさ、あのキノピコにさ、ちょっとやり返しっていう手もね、ありだと思うんですよ。ね、みんなどうかな、やり返しちょっと見たいよね。いや、ちょっと待って、これ無理でしょ、今の今の避けるとマジ無理。これも無理。エクストリームマルチプレイヤー VS レース結構名前すごいな。エクストリームですよ。スターを取りながら行く感じかな。まあ、スターだったらさ、なんかエクストリームっていう感じの名前もさ、うなずけるよね。うわ、これはどこ、え、これ羽取れないのあ、待って、あ、なるほど、ここで自分の好きな場所を選ぶのか。じゃあ僕、この右から3番目、左から2番目、どっちもいいんだけどね。よし、に入っていきます。よし、これはどこだろう。あー、こんな感じか。よし、オッケー。よし、これ R で回転してった方が早いのかな、どうなんだろうね。よし、いや、また遅い。よし、バネ使っていこう。よし、で、ジャンプいや、なかなかうまい。今のジャンプのとこ結構うまい立ったと思うんですよ。これは上か、しゃがむ。オッケー。これさ、これ最後さ、なんか羽じゃないとまずいみたいなのあんのかな。あ、結構速い方なんじゃない、ね、今結構速い方だと思うんですよ。次、やばい、来たこれは勝ったでしょ、これ完全勝ったでしょ。で、よし、ジャンプ、よしで、これ当たっていきます。熱い、よし、もう一回このジャンプで寝たでしょ。あ、待って、ってよし、で、スタートってダッシュで行こう。で、これで、よし、早く行こう。まだ誰も来てない。後ろに3人いるのはね、もう見えてるんですよ。よし、オッケー。で、これこのまま渡っていきます。ジャンプ、おっしー、来たこれもう絶対勝った、これ絶対勝ったわ。よし、それじゃあ、これで勝ちをいただきに行きましょうか。このドアをくぐると、あの50コインを取れて、もうゴールがね、目の前だと思うんですよ。はい、来たー、ゴール。そしてこれは右、こっちでいいの、多分あのハテナブロックの下降りたらゴールでしょ。やったやったぜ。今のピオキングの顔に S プラススーツ着せたら似合うかな。絶対似合わないよね、あんな可愛い顔にね。それじゃあこのステージ、なんかね、1の1じゃないんだけど、結構なんか簡単そうなステージだよね。あ、1の1っぽいね。ちょっと待って、今いい感じだったじゃん、いい感じだった。よし、次は4つ目の土管に入っていけなかった待って、危ねえ。土管ないのかな、ここにスターあるのは分かってるんですよ。来たー、よしこれで早いでしょ。よし、これはスーパーマリオブラザーズ35で鍛えた技ですよ。まあ負けたけど、それじゃあ次のコースやっていきますか。今度は海だね、珍しいんですよね、海のコース、あんまり作る人いないよね。これは上から行った方が安全パターンのやつかな。ちょっとアイテム取っていきます。海はね、結構あのプクプクとかさ、いるから、あのゲッソがやっぱり一番怖いんですよ。まあ、こういうね、子たちがいるから、アイテム取ってあった方がね、安全だと思うんですけど、どうなんだろうね。全然いらなかったね。対戦ありがとう、いい名前だね、可愛いね、でも強すぎ。スカイハイ、さあ、スーパーマリオメーカー2でスカイハイっていう感じのコース多いんですけど、全然スカイハイじゃない全然空っぽくないね。うわ、これ持たれたら絶対あるじゃん、あのここね、なん、うわ、え、これどうやって行くんだろう。なるほど、そうやって行くのね。いや、みんな上手だねまあ、そんくらいは誰でもできるか。ちょっと今僕行き方分かんなかったよ。なるほど、どんどんこうやってね、壁キックを駆使しながら行く感じのコースだね。新しい、めっちゃ新しいね。あ、
ちょっと待って、ピノピオ一緒にやられたね一緒に行こうね。ちょっと待って、前にいたらさ、結構邪魔になるからちょっと抜かしてくれない？はい、今回もですね、ちょっとスマホを扱いながらちょっとやっていまして、コース名を見るの忘れてしまいました。これアイテム大事だね。これ絶対アイテム大事なやつでしょね。これも被弾していきます。よし、じゃあ次に渡っていきます。よし、この神の甲羅を持っていこう。神の甲羅持ってって倒せ。やった、やった。いや、もうゴールあるでしょ。いや、これはそういう感じのコースでしょ。ちょ、よし来た。これ投げよう。一回投げておいて、あの花ちゃん倒してゴールうわ、いくらさんいる。もう世界ランキング上位の人いるよ。いくらさんずっといるよね。多分世界一目指してんだろうね。いくらさんルイージだったね。いや、僕いくらさんね、ライバル意識してるんですよまあ向こうからしたら誰って感じだろうけどいや、僕はこのルイージに勝ちたいんですよ。マジで上手いの、このルイージ。ガッ、いくらさんよりも前にまずね、ブンブンを倒さなきゃいけないね。よし、それじゃあ僕アイテム取っていきます。うわ、ここさ、アイテム必要なところであってほしいね。よし、次は上か、このトカに入っていきます。で、次左でしょ。いや、マジいくらさん強いんですよ。あの、僕ね、いろんな動画出してるんですけど、ほんといくらさん強いんですよ。あ、待って、どっか行かないで。え、これ右行けるパターンどうなんだろうね。なるほど、これ勝った、いくらさん、やったやった、これ完全運だけど勝ったね。これで僕も世界ランキング上位の人だね。いや、そんなことより5300台切っちゃったんですよ。いや、これ非常にまずいですね。 S プラスからね、 S には戻りたくないんですよ。あの、ライブする時のサムネもね、 S プラスのライブバトルっていうサムネをね、いつも使ってるんですけど、それが S になっちゃうもんね。もうライブする時のあのサムネ使えなくなるし、うん、やっぱ S プラスっていう肩書きかっこいいよね。まあ、なんかピンク S プラスの人はさ、 S プラス以上の何かあればいいんですけどね。 S プラスプラスみたいなさ、それか S プラスアルファとかさ、なんかそんなかっこいい感じの名前あればいいんですけど。いや、これ最初取った人勝ちだね。ねえ、これ、このキロは、このキロは大事にしていこう。うわっ、来た。嘘、なんで幅跳びやってんの幅跳びやってたらダメでしょ。よし、待って、それ僕のもんです。来た、横取り来ましたやった、やった。え、これも勝ちでしょ。あ、これもう勝ち確じゃん。っていうことは、あのルイージ勝ち確だね。ちょっと待って、ルイージ、ルイージ、ちょっと待って、一緒にゴールしよう。よしよしよし、待って、ルイージ、待って、待ってって、待ってって。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。